画面の前の皆様こんにちは、村人Qでございます。本日はデッドバイデイライトサバイバーの方をプレイしていきたいと思います。で今回はですね、今回大注目のパーク構成なんですが、来てんな。わあ、見つかった、しなやか。今回大注目のパーク構成でございますが、まずはね、早速使っていきました、しなやかでございます。はい、でそして、右のね、しなやかです。そして、下のパーク、スマートな着地、高所から落下時に、疲労してなければ着地硬直が 75% 減少、かつ、しなやかのように、150% の速さで走ることができると。そして左、デッドハードでございます。疲労してない時にね、不祥事、走っている時にアクションボタンを押すと、一瞬ね、一瞬無敵になれるって、前方にダッシュして、そして一番上、真っ向勝負、疲労していない時にロッカーから急に飛び出すとロッカー前にいる殺人鬼をスタンさせることができると。まあ、ただしロッカーに入ってから3秒間以上は、時間が経っているという前提ですがね。あれ破滅かな、これまずいね。ここに板決められたくないな。あー、でそこの板も失敗、そこがついて、多分ねこっち来ると思うんだ。来ないかな。まず板割りに行くか。あ、板終わってますね。ブラッドロッチがね、いかに板が多いといえど、来てんな。まあ90行きましょうか。多分ドワイトの方追ってるでしょう。というわけでね、全部疲労を生じさせるパークでございます。今のはスマチャクは発動してないですね。危ない危ない。イタチなし。来てんな。続きまして、スマートな着地。おい、おい。ヒルビリー相手だと出歯が効きづらいんだよね。もう一周回れるか。お、離れていったぞ。よしよし、疲労回復してね、疲労回復していきましょう。リーダーという時には真っ向勝負ぶち当てると。これちょんちょんやってるのはこう疲労回復が、倒さんよ、チェーンソー構えるならね。当たんない当たんない、当たんないよ当たんないよ、永遠にぐるぐるできちゃう。
さあ、それではやっていきましょう。ブラッドロッチ、またブラッドロッチですか。この間にね、一戦挟んだんですが、まあちょっとね、一撃斧にやられてしまいまして、またね、取り直しております。その時のマップもね、ここでした。ブラッドロッチ。まあとりあえず破滅の位置は確認したぞ。見つけたかんな、破滅。破滅か霊障かは知らんが。ここでチェイスしないでほしいな。離れてくね。まあ、チェイスしてれば少なくとも、なんだ、32メートル以上は離れてる現状ね。はい、OK。 発電機ちっか。まずここか。いや、こっちやってんな。2つやってるから、ここと向こう、もう一個奥のところ。うわー、割ってくるね。なんか荒ぶってない足の動き。戻ろうとしたんだけど戻らせてくれないようです。やっべ、よし、しなやか無意味。あ、やっべ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ずさんな肉屋がついてる。うわあ、荒ぶってんな。回復の手だってか、声がバレない方法が欲しいもんだね。来てる来てる。ちょ、橋行こう、橋一発食らってもいいや。いや、橋行くとか言ってて真ん中寄ってきちゃった、ごめんねみんな。疲労回復。まだ誰も釣られてないんだよね、確かね。来てる来てる。ダメだ、捕まる。痛い。いや、でも鬼の進撃デッドハードで避けれることが判明したぞ。事故るとダメだけど、金棒を振り下ろすんだったら十分避けられるね。でさ、イタチが飛び出した。救助支援で、メグが発電機、もう一人のメグがチェイス中かな。
あと真っ向勝負だけ使えれば。ナイス。見られてる見られてる。いった、避けれんか、間に合わんか。おー、ナイス。やっぱ障害物座りやすいって聞いたんだけど、やっぱそうなんだろうね。持つかな。あーと、あ、いや、板当てに来る？来ない？さあ、追っかけてる間に2台目ついちゃったよ。あそこのクローゼットとチェイスしてんのかな今。ありがとう。ちょっくら待ってくれ。治療キットないかな。ないわ。ちょっと地下室に運んでくるかな。来ないよな、さすがにちょっと遠いよな。OK、 あと真っ向勝負だけだ。開けるか。よいしょ。まずい。パンパンしてるわ。え、来てないか。ちょ、様子を伺いましょう。やってるやってる。あそこでチェイスしてくれてるうちに。ここを開け切ると。ほっと。あれ間に合わねえ。ライト間に合わねえな。ふう。もうクソみたいな動きしてますが、血族。この前通ればワンチャン、ワンチャンぶち当てる。真っ向勝負。いや、まずちょっと回復してもらおうか。最後ぐらい味方の役に立とうじゃないか。気引けるかな、ライトで。
こ行ったな。お、ナイス脱出。やっべえ。激おこじゃん。うおー、ゴール。真っ向勝負使えなかったけど、まあまあまあ、みんなに助けられましたね。まあこのライトはライトチャレンジがね、また来るかもしれないので、その時のために取っておきましょう。うん、アドオンは血の玉の量が少し上昇すると、吸収中の移動速度が上昇すると。でずさんと、あ、不協和を持ってたのか。なるほどね。破滅はもうすぐに退場してしまったというわけで、今回はねちょっと真っ向勝負使えなかったんですが、疲労系パーク3つ使ってやっていきました。まあデッドハードも使えたとは言い難いけど、まあやっぱこちら2つですね、使いやすいね。うん、まあちょっとねお遊びパーク構成でやっていきました。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。